おはようございます。クロバラ軍団の吉木です。本日のターゲットホールはアビック2番館さんです。抽選は120人ぐらいの並びの中2番でした。本日の立ち回りなんですけど、前回来た時に大設定が結構入ってる印象を受けたので、朝一から設定狙いでいきたいと思います。本日負けてしまうと、ランクダウンとなってしまいますので、絶対勝てるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。おはようございます。シリアルルをご案内申し上げます。シリアルルがお使いになりましたら、お手持ちの入場券をナンバーランペットのプレートキャッシュを引き出して無意義を開始してください。初期の有機体は特別行為として即時撤去、有機体を解放させていただきますので、あらかじめご了承くださいませ。朝一はこのオス番長2の282番台から設定狙いで打っていきたいと思います。やってきますね。番長を選んだ理由なんですけど、前回来た時に結構、設定入ってそうな感じで、でもどのホールも今番長って言ったらだいぶ撤去されてきてる中で、まだ残8台残ってるんですけど、で、まだ残ってるっていうことなんで、設定入ってるんじゃないかなと思うんで、朝一は番長から打とうと思いました。で、朝一に夕方ステージ行ったんで、前日のゲーム数ちょっと把握できてないんですけど、今のところ設定変更してるのかなと思います。57ゲームで8点ですね。朝一の会場はなかったんですけど、履歴から前日のゲーム数計算してみたら、前日天国抜けでやめやったんで、今朝一に前兆あったんで、ほぼリセットはしてるのかなと思います。で、206ゲームで何もいかずに降格移行したんで、リセット確定ですね。で、他の番長の島の挙動を見てる感じ、横の台とかは100ゲーム以内に全長起きなかったり、でその横が100ゲーム超えてから夕方行って全長で当たってるんで、番長の中でも水浴とリセットが混ざってるのかなと思います。で、その中でこの台はリセットかかってるんで、この台の価値は少し上がったんじゃないかなと思います。277ゲームで強チェリーです。で、さっきベル引いて白フラシ取ったんで、落ちてなければ降格中の強チェリーなんで、当たってほしいですね。287ゲームで8点ですね。
290ゲームで特訓です。で強手引いて、でこの特訓の入り方やったら強手の分じゃないと思うんで、もしかしたら通常時のいただき、もしくはフェイク前兆かになると思うんですけど、当たりましたね。2回このエース出たんで、次にミサオが出てきます。やっぱいただきでしたね。304ゲームでいただきラッシュです。やっぱなんといっても番長2は、まあ、上段ベルとかにも設定差あるんですけど、通常時のいただきが一番設定差あるんで、今300ゲーム回して、通常時いただき引いたのはかなり設定プラスの設定判別用途でプラスなんじゃないかなと。準備中に引いたチャンス目の分ですね。30ゲームです。ジャックチェリーですね。ジャックチェリー引いて即発展ですね。結構熱いパターンなんで当たってるんじゃないかなと。光りましたね。396ゲームで降格中のジャックチェリーからボーナス確定です。でも設定変更なんで、まあ、75% でアーガナラ出てきますね。わー、すいません。トドロキで行きたいんですけど、モード以降見たいんでミサオで行きたいと思います。結構上乗せに期待できるパターンですね。上乗せはなしですね。では左足も赤やったんで、まあ、次回天国には期待、あんまり期待できないですね。ボーナスから10ゲームです。終わりましたね。414枚獲得で90ゲームです。さっき前兆中やったんで、もしかしたらあの前兆が本前兆やったら、本前兆やったらもうすぐ当たると思うんですけど、まあ、本前兆ではなかったということかなと思ったんですけど、転落した次のゲームで発展です。これだいぶ厚いパターンで、いただき引き戻し、もしくはさっきの前兆で当たってたかですかね。されましたね。いただきの引き戻しやったらいいんですけどね。引き戻しですね。めっちゃいいスタート切ってくれてますね。46ゲームで8点です。お、取りましたね。49ゲームでボーナス確定です。まあ、前回ミサのグローブあんまり天国に期待できない感じだったんで、もしかしたらゲーム数解除の方かもしれないですね。赤菜ですね。
世話なしです。で獲得が現在635枚ですね。で前回と同様でグローブあんまり天国期待できないです。717枚の160ゲームです。これ多分またボーナスかいただき引き戻してますね。もう前兆確認してから20ゲームぐらい経ってるんで、で88ゲームで岩尾との対決に発展です。多分特攻入らずこのまま当たりますね。足りましたね。92ゲームでまたいただきついてくれたらいいんですけどね。2の2で引き戻しました。いやこれ以上ないんじゃないかっていうぐらいのスタートを引いてくれてますね。終わりましたね。まあ、朝一300ゲームでいただきラッシュ通常時、当選して、で引き戻しが3分の2で、今850ゲームぐらい回してジョーダンベルが7回なんで、まあ、設定6ぐらいの値かなと思うんで、まあ、今のところやめる理由はないんでこのまま続行して打っていきますね。278ゲームで今日チェリーでそのまま発展です。400ゲームで発展ですね。403ゲームでジャックチェリーです。406ゲームで特訓ですね。チャンス目からの前兆終わってから3ゲーム目にすぐ特訓入ったんで、もしかしたらまた通常時のいただきかもしれないですね。422ゲームで発展です。まあ、400のゾーンの場合結構32ゲームの前兆を経由して当たるんで、こっちついてくれるといいんですけどね。はい、2回目の通常でいただきです。これでいよいよもう高設定疑っていいんじゃないかなと、まだ早いんですけど思います。で始まって1ゲーム目で発展したで、まあ、当たりますね。442ゲームで発展です。これですよね。特殊リプレイなんでビッグ確定です。つまり絶頂のチャンスですね。絶頂はなしです。赤7ですね。60ゲームで終了です。チャンス目3回引いてるんでね、乗っててくれるといいですけど。
天国の可能性はなしです。乗ってなかったですね。でボーナスの分で10ゲームです。弁当で潜ってたんですかね。30ゲーム潜ってました。いいですね、強チェリーです。強チェリーから50ゲームですね。150ゲームの439枚でした。228ゲームで8点です。231ゲームでいただきラッシュ。これ多分もしかしたらまた通常時初当たりですかね、いただきラッシュの。終わりましたね。230ゲームの453枚でした。第3段階で8点で、374ゲームです。チャンスアップですね。引き戻しましたね、これで5分の2ですかね、5分の3ですね、5分の3で引き戻しです。あといいですね、今ベルで塩フラッシュ取ったんで、チャンス目から50ゲームで、で降格中のチャンス目なんで解除してほしいところですね。で岩尾が出てきました。392ゲームで8点です。ドッジボールは結構外すんですけどね。されましたね、396ゲームでボーナス確定です。降格中のチャンス目からですね。獲得枚数が457枚です。レギュラーボーナスの分で10ゲームの上乗せですね。チャンスアップですね。迷彩のヘリコプターで押し準備で取ったんで69ゲームで8点です。まあ、多分当たってますかね。73ゲームでボーナス確定です。
まあ何も行けてないんで上乗せはないですかね。ボーナスの分で10ゲームの上乗せです。12ゲームで8点です。岩尾のドッジボールですね。これまたね、4ゲーム目に轟き攻撃したんでボーナス確定です。17ゲームでボーナス確定ですね。レギュラーボーナス、え、弱点しか引いてないんですけどね。ミサオまで出てきたんで、ビッグボーナスでいうビッグボーナス中の青7ゾロイが扱いなんで次回天国確定です。獲得枚数が804枚です。で60ゲームの可能性ですね。されましたね。あ、絶頂来ましたね。結構偶数じゃないかなと思ってたんですけど入ってくれましたね。いやー、なんとか平均以上は乗せたいですね。オール5ゲームですね今のところ。オール5ゲームです。めちゃくちゃ弱いっすね。55ゲームの上乗せでした。赤7ですね。天国しさは弱いですね。多分チャンス目の分ですかね。50ゲームの上乗せです。ありましたね。606ゲームの1582枚でした。あ、転落引いてから1ゲーム目からざわついてるんで、まあ、いただけ終わる直前に前兆来てたんでボーナスかもしれないですけど、多分また引き戻しかボーナス上がってますね。227ゲームでボーナス確定です。入ったんじゃないですかね。来ましたね。何で入ったか分かんないんですけど、弁当とか弱点で入ったんですかね。
されましたね。666ゲームで1820枚でした。まあ、今通常時と、ボーナスの分合わせて大体2500ゲームなんですけど、上段ベルの確率が123分の1で、まあ、6の数字を上回っていて、あといただきの通常時当選率、あと引き戻しとか含めてると、まあ、ほぼ上かなと思うんで、ここからよっぽど挙動が悪くない限り、打ち切っていこうかなと思います。94ゲームでチャンス目ですね。27ゲームで特訓ですね。全長開始から13ゲーム目です。241ゲームで発展ですね。で、次回予告出たんでさすがに当たってほしいですけど、当たりましたね。245ゲームでボーナス確定です。レギュラーボーナスの獲得枚数が103枚ですね。獲得枚数が85枚ですね。まあ、レギュラーで射程までしか出てきてなかったんで、まあ、100ゲーム以内の、ゲーム数回答ですかね。まあ、これは設定よかったらいいほど、まあ、解除しやすいんで、まあ、設定プラス要素かなと。レギュラーですね。獲得枚数54枚ですね。獲得65枚です。301ゲームで発展ですね。まだまだいけるぜ。まあ、300ゲームで超高いったってことは通常 B ですね。45ゲームで、チャンス目ですね。でシャッター閉まってチャンス目やったんで、激アツパターンの、347ゲームで発展です。371ゲームで発展です。
まあ、査定群も出てましたし、岩尾のカルタなんで当たってますね。375ゲームで、ボーナス達成です。まあ、通常 B なんで、約9割でレギュラーボーナスですね。できましたけど、レア役なんでちょっと怪しいですね。獲得枚数が60枚です。54ゲームで8位ですね。で、電車を過ぎてから32ゲームも過ぎてるんで、もう当たってますね。58ゲームでボーナス確定です。まあ、なんとか天国に移行してくれてたんですかね。ビッグ確定です。青7ですね。天国の 10% を引いてくれてたって感じですかね。ここはなんとか、なんとしてもいただきラッシュ入れときたいですね。赤7揃ったんで、いただきラッシュ確定しましたね。3つ目ですね。とりあえずいただきラッシュは確定してます。いただきラッシュいきますね。でも次回のモードはあんまり良くなさそうですね。五条水泳でジャックチェリーですね。ジャックチェリーから100ゲーム取りました。3ゲームで8点で自家予告ですね。プレミアでましたね。89ゲームでボーナス確定です。180ゲームの758枚でした。
でさっき、いただき確定してからその後にチャンス目いたんで、チャンス目で当たってたらまだありますね。これが男の まだありましたね。2セット目です。ってことで多分さっきのチャンス目でも当たってたってことですかね。ですね、230ゲームの872枚でした。ホールの方ちょっと見て回ったんですけど、もう打てそうな台もないですし、でまあ相手の台も、もう見切られて、捨てられてると思うので、まあ、今打ってる番長がだいぶ高設定の挙動を示してくれているので、まあ、もうちょっと今の番長を出張ってみようかなと思います。今200のゾーンの伝統が終わったところなんですけど、まあ、ちょっと、高設定かなと思って打ってきてたんですけど、まあ、通常時の、頂きもなくなってきて、あと上段ベルの確率もだいぶ下がってきましたし、まあ、一番上はないかなと思うんで、まあ、今日はどうしても勝っときたいという気持ちが強いんで、ここで実戦終了させていただきたいと思います。1277枚でした。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけど、朝一から番長2を設定狙いして、午前中は高設定挙動を示してくれはいたんですけど、午後から上段ベルの確率や通常いただきの確率も悪くなったんで、一番上はないかなと判断して、懸命に出玉があるうちにやめさせてもらいました。本日の結果は投資が500枚、回収が1277枚、下枚がプラス777枚でした。本日勝つことができたので、ランクダウンを阻止することができ、次回からまた3連勝を目指して頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。